浪岡町は青森県津軽地方に存在した町。2005年4月1日に青森市と合併し消滅した津軽平野の中東部に位置し南津軽郡の北端。西南部へ向け平野が明け、北部は津軽山地の南端、東部は大宇山脈となる。町内の真ん中を岩木川水系の浪岡川が流れる。2000年10月30日、青森県が 青森県市町村がペース新要項を制定した。それによると、広崎市、黒石、中津軽郡岩木町、相馬村、西目屋村、南津軽郡藤崎町、大阿仁町、小野江町、波岡町、平賀町、時和村、田舎館村、碇ヶ関村、北津軽郡板柳町の14市町村の組み合わせが示された。 旧並岡町中心部は、青森市中心部と弘前市中心部のほぼ中間に一致している。都市雇用権の基準では、青森都市圏に含まれていた。平成の大合併の枠組みでは、青森都市圏の枠組みに従って、中核市以降を目指す青森市と合併する方向となったが、その対応をめぐり、町長に対するリコール運動が起こる。2004年10月26日、 青森市、浪岡町領議会で合併関連議案が可決。浪岡町議会は、議員20人中、議長と退席した1議員を除く18人で、起立採決し、賛成中に反対6で可決。2004年10月30日、加藤町長に対するリコールの本請求がなされる。町長のリコール住民投票を10日後に控えた2004年12月16日、 リコール投票の結果が出るまで合併議決を延期するように、しかない広し県議などが三村慎吾知事に求めたが、青森県議会は合併議案を可決し、青森市と浪岡町との合併が事実上決定した。2004年12月26日の住民投票によってリコールが成立。 2005年2月13日実施の町長選挙で合併に反対する候補が当選したことにより分離する動きが見られたが、すでに合併に関する総務省告示が官報に掲載された後であり、合併の取り消しは不可能であった。2005年3月27日、青森市との合併の是非を問う住民投票が実施され、合併反対が合併賛成を大きく上回ったが、 住民投票に法的拘束力はなく、2005年4月1日に青森市と合併した。2006年10月1日、新しい青森市は中核市に移行した。なお、2007年9月1日に、旧浪岡町のうち、増刊若山木、増刊宮本、郷山崎山野井、吉野出に吉野が、藤崎町に編入されている。 青森市への通勤率は13.3%、弘前市への通勤率は8.4%。当地に常住する15歳以上就業者は1043人。うち市区町村で従業している者は3817人と、全体の34.6%である。多区町村への従業先1位は、青森市の1464人、2位は、 広崎市の926人、3位は黒井市の614人、4位は時和村の180人、5位は五所川原市の142人。平成12年国勢調査による米、リンゴを機関とする第一次産業が発達。北部の大社家地区には工業団地があり、コカ・コーラやカネサの工場がある。他これらの病院と連携し、 フィリップスジャパンなどが参画して情報技術を活用した健康づくり事業が進められている。町内を縦断する形で国道7号と JR 大本線がほぼ並行する。そのやや東方に東北自動車道が縦断し、北部の長沼地区に波岡 IC がある。国道については同じく北部の台車家地区で国道7号から、 国道101号が西方へ分岐する。国道101号の南方には東北自動車道から分岐した津軽自動車道が並行する。東日本旅客鉄道路線バス、青森市バス広南バス高速バス、青森空港は町中心部から車で15分ほどの近さでアクセス道路が国道7号から東方へ整備された。バスも運行している。ありがとうございます。